フェルギナンド・ベルトーニは、イタリアの作曲家、オルガニスト。ベルトーニは、イタリア、サロに生まれ、その地からさほど離れないブレシアで音楽を学び始めた。1740年頃、彼は、ボローニャに向かい、そこで著名な音楽理論家であったジョバンニ・マルティーニの、下、1745年まで研鑽を積む。その後、ベネチアに移った、彼は、1752年に、 サンマルコ寺院の初代オルガニストに任命される。1755年から1777年には、同じく、ベネチアのオスッポダレイデイメンデカンティで、合唱指揮者を務める。1778年から1783年の間は、ロンドンにおり、キングズシアターでオペラを作曲した。1784年に、ベネチアに戻った、彼は、1785年に、 バルダッサーレガルッピからサンマルコ寺院の学長を引き継ぎ1808年に引退するまでこの職に留まった。ベルトーニはデゼンツァーのデルガルダで没した。ベルトーニは精力的に教会音楽を作曲し、また70作のオペラを作曲したが、今日では忘れられている。例外はオルフェオオルフェオで、これはクリストフ・ビリバルト・グルックが オルフェオとエウリディーチェに用いたのと同じラニエイリでカルツァウィージによるリブレットを用いた作品である。ベルトーニは特にこの作品を友人のカストラート歌手ガエターのグアダーニのために作曲しており、彼はオルフェオ役を演じることになる。ベルトーニはグルックの改革を普段から無視しており、古風なオペラセリアの形式でこの作品を作曲した。 ベルトーには少なくとも200曲の宗教音楽を作曲しており、カンタータ、気楽曲、室内楽曲にも作品を残している。注釈、ありがとうございます。